長寿寺は、愛知県名古屋市緑区大高町にある臨済州、永元寺派の寺院。三号は、周東山。本尊は、阿弥陀如来。下四国霊城第八十七番札所。当時の早操の年代は不明である。当時は、新言州に属し和志津山永雄事と呼ばれていたが、永六三年桶狭間の戦いの際、和須取出の陛下で消失。江戸時代になり、 大高領主、清水忠次の母である長寿院元三三二の異名により、遠方8年、当時に愛知県春日井郡、三淵村にあった四金山次元寺を移し、その次元寺を解散した古史広次月を迎え、当時の解散とした。変な二年にガランを竣工し再興。この時事号を長寿寺、宗派を大幕宗に改めた。その後当時は一旦中絶したが、 元禄二年、臨済州共生寺派の大本山である強生寺から、道雲石橋五が訪れ中高解散した。後に元禄四年、臨済州永元寺派に、再び改修した。なお、当時は前日の通り、清水市の菩提寺として、江戸時代には、同志一族の戦友となっていたため、一般の段下は少数である。また、地域内には、 清水市の9代から14代までの墓がある。文化から文青年間にかけて、下四国令場の87番札所として具報道が設けられた。江戸時代末期から明治時代初期にかけて刊行された、終わり国の地市、終わり名所づに、当時の記述が、境内の俯瞰図と共に収録されている。明治21年7月19日、火災により本堂及び栗を消失。 この際、本尊は偶然寺の付近で、東海道本線の工事をしていた、作業員らにより運び出され、無事であった。その後明治31年に、新しい本堂、栗が再建された。この時消失を免れ残っていた山門は、大正元年の台風で倒壊し、後に再建された。昭和20年3月から5月にかけての、名古屋大空襲によって山門その他書道や蔵などを、 消失。貴重な資料の多くが失われた。これらは、戦後長らく消失したままの状態であったが、昭和54年、三門その他書道が再建され、現在の長寿寺が竣工した。郵便番号459-8001愛知県、名古屋市緑区大高町和沢は静山13、AB 現地案内席費及び、縦札より、2018年3月4日閲覧。 ABCD 大高町市編纂委員会大高町市黎名書房国会図書館デジタルコレクション終わり名所図へ全編巻六地田群国立国会図書館2018年4月14日閲覧現地立て札より大高歴史の会2019年2月9日閲覧ありがとうございます